の中にも進行してる天狂。マジで。うわー。スリー。うわー。キルメ。ワンブイスリー。うわー。クラハスブラー。やばすぎ。データディビジョンバントだ。うわー。クラハス決めた。かー。ベンデブの一。クラハスバック。改めてこの2チームの印象いかがでしょう。来た。ゼタだ。誰が出てくるのか、ね、前半も海に来てる格好や。ポーランドの方に出向いて、かわいい。1ヶ月間ブートキャンプ、そのああいう形の車見ると、ドイツ行った時に、あのなんか速度制限ない高速みたいな場所を190キロぐらいで走られた時の記憶よみがえって、ね、体震える。支えていくのか、まあ、もしかしたら、パブリックビングの皆さん、全力で日本代表ゼータディビジョンを応援していきましょう。デップ、まず前に出た。おほんとで見えたところ、ファーストブラッド。スモークなくなったぞ。早いですね、リアクションが。しかし、ショートからの進行もあるラウド、アスパスがラズを倒しました。うまいな、リカバリー。そうですね、出てくるところはサダンキーが押さえた。しかし、デップが隠れている2キル目。ポップフラッシュは避けている。ヘッドショット。ここは、うまいカバー。一度良かったが、ヘブンからのカバー、ロングレンジで抜ちゃう、どうだ。直し。ただ、サッシーヘブンに回りました。カバーするだから、いい形だな、これ。噛み合うか。デップさんは死んでもいい。デップの背後を捉えた。ナイス。しかしシュガーズルが隠れていた。素晴らしい。サイト中には黒、そして天の2名で守っていますが、ファーストブラッドはラズ。しかしここはサッシュを抑えた。11トレードです。マーケットが取られているのが少し怖いですね。アッパー2はどうなるか。ここは横を捉えて天、そして黒のキルも入りました。さらに天のローワーからのカバーによってサッシュを倒した。アスパス囲えてる。 1V3 です。背後を捉えたシュガーゼロ、決めました、うん、結構バロって忙しいよな、ナイスみたいなになっても、まあ、今回は武器回収しないととか、ね、爆破から逃げないとがあるし、次のラウンドになったで開幕ちゃんとした配置についておかないと間に合わないしな。喜ぶ隙がない。この第3ラウンドなので不発となりました。大きいですね、ここは抜いていった。パンカーダのファーストブラッド。見えてましたね。見えてました今。見えていなかったと思いますが、まあ、決め打ちでしょう。サダーキーの設置、プララを入れてロックダウンでの取り返しです。一気にローワーから流れていった。マーケットからの車線が少し怖いが、サダーキー、ラズ、レスのキルトレード。飛び込んでいった。いいぞ。ラズが抑えた。ヌルコマンド。これで壊せないぞ。しかしメインではレス、抑えた中、解除に入っている。どうだ。キルか。通して。やばいやった、やった。解除。通し切りました。チームで繋いだこのスパイク解除。素晴らしい。3本目を取り切りました。なんかどっちもハイスピードだね。のラウドは B メインに5名固まって進行です。なんか今までのこうラウドらしい攻め方が出てきましたね。この緩急をつけた攻め、まあ、ちなみにそれでは丁寧なプレイングが本来のラウドの持ち味だと思うんで。そしてアスパスのエントリー、パラノイアも入れました。サイト中にはイコポルト。しかしファーストブラッドはシュガーゼロ。プランダボコを利用した。レスを倒しました。スモークの中入ってサイト中にも進行してる天クロー。マジで5オン2だ。プララデップ得点した。おおスリーティー、パーフェクトラウンド。パーフェクト、なんということだ。ゼータディビジョン完全にいなしてみせました。クリと進行ドライかよ。ここはファーストブラッドシュガーゼロ。うまい。2キル目も取りました。うわー3キル目。それその守り方ができるのか。サイト中完全に進行を止めた。これは間に合わないので一応設置だけはしてっていうところですかね。さあ 1V4 です。ここは設置をやめてラウンド終了。削り0ポイント、壊されない位置に0ポイントを入れて、うん、まあ、策敵をうまく封じようというところでしょうね。ゼータディビジョンも今のところかなり A サイトを警戒しているようです。ここはヌルコマンド、そしてオールドロンでの入り、一応止めましたね。さあこのデップの位置はどうだ。この中にオペレーターを入れる。スモーク中に入ってフラッシュドライブが開けてから飛び出し、うわー段差が。しかしクロのカバー、デップも続いた。耐えれてる。ラズのキルも入りました。めっちゃいいカバー。ヘブン社のアスパスがそのデップを倒しましたが、人数よりはゼータディビジョン 1V3 ショートエンカウント。位置を変えてまず1人エビドをつけて、うん、ここは天が仕留めてくれました。さすが仕事人。シュガーゼロの根元もいいタイミングですよ。ファーストブラッド本命 B になりそうですね。 A ショートのフラッシュ避けてから、おうまシーズで捕まえて、本当はレスが破壊しました。うまく止めてますね。シュンマイナー、いいフラグメント、アッパーに入れません。ラウドは進行することができません。スモークで道を作って入っていったデップの3人目。
サッシーのカバーが入りましたが、まだ人数有利はゼータディビジョン。NK はシュガーゼロが抑えられてますから、もう B 行くしかないですね。そうですね、15秒です。背後から寄せてきた。3位と中のナズクローが耐え抜いた。ギリギリ、生き残った。シュガーゼロ NK でした。すごい位置ですね、これ。レスの位置。警戒しているか。中央からサッシー。リコイル。とするのか。そしてレスのこの位置。ただシュガーゼロ返した。ワンバイワン位置を変えることができます、ね、さあここはどうだ。マインドピークでしたが勝負のラウンドです。ゼータディビジョンショート抜けていった。ここは早めにテールウィンドで下がっていきました。じゃあプレッシャーかけましたね。ハイミットからレス、おっと噛み合ったタイミング、すれ違った。そしてサッシーのファーストラット、ただ天下さんがサッシーを倒しています。背後からレスが入ってきた。それを受けてシュガーゼロが合流していきます。 A ショートエリアを広げていったデップはパンカードが抑えました。間に合うかどうか。天がサイトなんか耐えている。天が耐えている。しかしパンカード 1v3 メインから後ろグラビティウィル、手前にスターを置いてスモークなんか入っていった。角度を変えて 1v1 いいぞ、時間稼ぎできてる。うわー、ワンベースリークラッチ。シュガーゼロなんとかつなぎ止めました。投げれているんであればワイン入りにくいんですけど、関係すごいな。B リンクにいるというのがおそらくバレているので強気に取りに行ってますね。そして A ショート進行はこのアラーの全て、さっきはミッドしか取ってなかったのに今回はミッド以外取ってる。映った、スモーク抜いてきた。しかも違う方倒した。ただラズのカバー、ラズがエミのパンカードを倒していますが、本命はこのワインに書かれているところクローが対応した。しかしミッド抜きはサダキ、ここもサッシー振り向いて倒した。A ショートガーデン、2人でぶつかるか。スモークにはかなり警戒しているラウド、一度接地音を出して隙をついた。体力が苦しい。しかしここでのピーク 1v2、 今度は黒。しかしオペレーターで置いていた。惜しいな。ファーストマップマッチポイントはラウド。さあここでタレットが反応、コズミックディバイドを切っていったゼータディビジョン、入っていくがサッシーの ODA。 グラビティレベルで進行は、このリテイクの進行は止めましたがやばすぎ。ゼータディビジョンもサイト中に展開を試みていきますが、サダキがフラグメント、フラーラを入れて下がるところを仕留めた。いや、ただまだパンカードがいる。そうですね、ただ2段階目のパンカードのこの位置、スモークを焚いて道を作りました。しかし上からアスパスが入ってきて、サッシーの王人の弾幕でプレッシャーをかけていく。上からアスパス、ジジラストはサッシー打ち抜いていきました。惜しかった。おい、こっちのポスターと一緒にのり焼き巻かれてんのうざすぎるって。ガチでうざい。でもこれは嬉しいな。それでは見ていきましょう。大マップフラクチャー、どうやったらつけれるのかわかんねえ。サイドスタートってのは構成的にどうなるか。さあ開幕、前出た、前に出たデップファーストブラッド。おーおーおー、通気者が繋がりませんでしたが、一気にキルログが流れた。2オン2です。HP 状況、体力状況ではゼータビジョンが有利か。スローで入っていくラウド、2人で飛び出していった。ここは 1-1 トレード。道分かったぞ、情報取れた。時間ないのでもうまっすぐ接地に行くしかない。ヘッドハンターの一発、肘も見えた。確実に決めていきました。手前ジェネレーター側からデップがカバーに入ります。飛び込んでいった、走り込んで2キル、クロー、ラズと続いていった。アスパス1人返しました。しかし最後残った1も補足した。しかしここはうまく珍しい、うん、フォルトネシーズ、いやいいアングルで抑えてますね。デップが釣り側、時間がなくなってきたところ、ラズがサッシを抜いた。そして角度を変えてデップ、いい後ろだ、レースのカバー。おー、ラズクローン、今のバイパーの方やるのやばすぎ。丁寧というか冷静、フレームの位置的にも思ってにも深く来ていたというところが予想外だったか。早めのリレーボルトの開始、先ほどと同じような始まり方です。天のファーストブラッドです。そしてフラッシュポイント、ショーストップ、当たった、飛ばした、ペイントだ、ペイントだ、左側に入れて、しかも当たってる。おー、パンカーダがデップを倒しました。残り時間は15秒です。目一つでセーブさせたようなもん。サッシー、パンカーダの2名セーブの判断です。あった、タワーにはデップがまだ隠れている。うわー、ピーク黒1人削ったがレスのカバー、ただまだデップ
パワーまだこもっていますが、ペイントランに対して今回、A、リレーボール返してないと思うので、まあでも警戒はされてるんでしょうね。取りに行きましたね。ここは抑えました。しかしサダーキシェリフに打ち勝った。オペレーター一人抜いて 1v1 フリック、ヘッドハンター、おー、クラッチ決めた。さすがのラズ、 1v2 クラッチに見せてくれました。レスの位置、貫通でのヘッドショット、リレーボルト入れと飛び込んでいった。ここはランデブーで下がりました。レスファーストレーンを敷き、リレーボルト、フォールトラインを入れての A サイトエントリーです。なんかレスのイントネーションとタイミング的にタラちゃんにめっちゃ聞こえる。ファーストラットは10、あとは A メインさえ押さえておければ、はい、体力の削れていた。打ち落としたヘッドショット、デップが2キル目、5オン3。ラウドはパラボラ、そしてディフェンダーサイドからの取り返しです。ロープ下に対してはプラウラー、ただサイト上からクロスも組めています。最初のこのうちはデップ、そしてラズ、残った1人はパラボラ、頭が見えた、見ましたね。チャンスを伺ってはいるものの、人数をかけているゼータ、一人は削ったものの黒のカバーです。8対7、なんとかなりますからね。ラウドの配置は A3 名 B2 名、ここでの勝負はラズ、ラズが先陣を切っていく。今日も絶好調です。早めに入ってくるところはサダーキー、スモーク越しに抜いてサイト中リポジショニング、やばいですね。高速をうまくカットしましたね。少ないゼータディビジョン、天のブームボットはすでに使っていますが、ラークのラズを落としたのはサダーキー。スカイスモーク、フォートライン、綺麗に入った。見えましたね。どうだ、サイト中、隠れて咲いている。天が一人、シュガーズローがこじ開けた。見えた。設置はできるか、階段はアスパスが抑えた。どうだ、ゾーン2。ゾーン2。オービタルストライク、打ち込んだ。え、しかしサダーキー抜いた。メインからはアスパスが来ている。勝負の位置だ。アスパスがメインを進行。ここでのピーク、しゃがみを抑えて。わあ、惜しい。マジで惜しい。耐え抜きました。形になりました。これでマークは破壊。早い展開です。そしてサッシーが強気に中に入ってきた。対空、ダメージをかなり与えた。オーバードライブ、ファーストドロッターデップ。ただメインが入れない。背後を取れれば。どうだ。オーバードライブ。ランデブーの位置。ラストバック。うん、リバイルキー。ラストはアスパス。ラウドの高い壁が立ちはだかる。いや、マジか。10対8解除成功。ラウドのラウンド連射が止まりません。まあ、でもそうですね。このラウンドもさっきとちょっと話せること似てるんですよね。やば。どのように入るか。さあ、セットスモーク。アーケードファストレーンを耐えて、あえてそのアーケードから入らず、わアスパスのショーストッパーでクローを倒した。サダーキーの位置は捉えたが、キルには繋がらなかった。パワーメインだけ取れてるが、裏を押さえてるパンカーダが怖い。そうですね。さあ、アーケード動作ばっか上がってきた。パンカーダがラズを倒した。天がエリアを広げてはいますが、サイト中の取り返しが早い。サダーキー、そして正面パワーの取り返しもアスパス、天抜けていった。アビフォー、ダブルキル取ったものの、ここは厳しかった。潰されるね。たので、潰す順番がうまい。狙い撃ちしましたね。そうですね。さあ、このサダーキーどうするか。ここまで何度も、いやー、 B サイド進行を止めてきた。ただシュガーゼロのトレードキル、 4v4 人数状況はイーブン。しかし武器状況が少し不利か。ですがシュガーゼロ倒して強気にアーケル取りに行きましたが、アスパスがそれを対応した。ビッグアルティメットの2名が落ちた。ツオンツー、ラズのヘッドハンター、カンティーン取れてるのでかい。トレードマークを置いて、ラズかなり削れた。サッシーがいつ動くか。回り込んで、見えた見えた、打ち抜いた。でかい。 1v2、 パンカーダの位置分かってますからね。シャルドセップ入った、見えた、決めました。ナイス、うまそう。レースはツールドフォースオフアングルに早めに入ったらず、勝負だ。見えた、ここを対応してきたレース。ファーストブラッド、今の当てますか。さあ、ここはリレーボルトのピークを抑えました。サイトだけどうだ、攻略できるか。今度は A サイトの守護神か。サダーキー、ツールドフォース合流してきたレース。サダーキー、うわ、最後もサダーキー。なんでこいつええよ、ね、サダーキーのこの2名で
パーフェクトラウンドを作り出しました。それを皮切りにスタートするか。このスクリーンがあるのでクリーニングが難しい。オービタルストライクでサイトナカを対応。さあこのホントを破壊できました。ただ今回ラウンドはサイトナカは開けています。サダキのポジションをケアするようなオービタルストライクでしたね。そうですね。ただローリングサンダーなども警戒してかあらかじめサイトを開けていました。さあこのタイトな射線レスのプレーターが少し怖い中ファーストラッター差し天が耐えられるかどうか。バイパスヒット、バンカーだが天を倒した。ローリングサンダー返した。ローリングサンダーの返し取りたいがバンカーだがヘッドショット。場所がきつい。サダキが1人返して、まあ、クロー粘れ。クロー。ボビッツラストはラズに託された。あ一人抜いたがレスのトレードキル。13対9。ブラジル地域予選無敗のラウドがまずはこの初戦2対0で勝ち切りました。悔しかったな。どっちも守りはめちゃめちゃうまくいってた。ここをサダーキーが中心。